敵を発見ち、逃げるなら今ち。敵をいっぱい発見ち、戦闘数を減らせち。おいらは戦
戦いたくねっち。敵がいるっち。おいらは戦いたく。敵を三体発見っち。先手のチャンスっち。三年戦じゃ。これで終わりだ。やるだろ。全然関係なくて攻撃したっち。ヤマトまで。まさかドッペルゲンガーじゃないよな。だとしたらあんたはここで死ぬわね、ご愁傷様。やめろって。サキちゃんにリュウちゃん、それに今度はヤマトまで。扉を進むっち。敵がいるっち。敵は四体っち。隙をつきまくるっち。三年戦士や。これで三年戦士。楽勝。もっと頑張れっち。まだまだ行くわよ。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。やっ、オイラは敵は三体っち。焦る必要はないっち。先に行こうって。まだまだ。やっ、三年生か。まだまだ。終わりだ。それで。これでパッ。やっ、やるだろ。敵が倒したっち。やっ、しょ。これだけこの強いところかな。私の真似を許可した覚えはないわ。今すぐ消えなさい。ちょっと、ことみちゃん。気に入らないわ。残念だったな。これで真田もおしまいだ。僕たちは何か悪い夢でも見てるのかな。ヤマト、夢かどうか確認するわ。殴らせなさい。やめろって。おい、お前ら遊んでないでさっさと追いかけるぞ。俺たちはきっと招かれているんだ。同感だよ、朝日。きっとこの先に何かが待っている。扉を発見ちの。お宝の匂いが。ボスチの敵を発見ち。先手必勝ち。敵がいるっち。これでも敵は一体っち。先制攻撃かかってこいよ。まだまだ。まだまだ。あなた三連撃。やるだろ。その特性は耐性があるっち。敵がいるっち。敵は三体しかいねえっち。負けるわけないっち。まだまだ。いや、まだまだ三連戦じゃ。あった。
敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。今度はレイジが死ぬ番だな。メガネまで一緒じゃねえか。おい、追いかけねえのかよ。無駄な体力使わせんな。どうせこのまま進めば答えが待ってる。リュウたちのことは誰かが待っているのでしょうか。どうしてだよ。アサヒ、どうしたの。扉を発見し、ノックを。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。まだまだ。敵を3体発見し、先手のチャンスっち。飛ばしてくれ。まだまだ。ゆずき。今度は僕の番みたいだね。これで朝日以外は全員出てきたことになるわね。そういうことかよ。どうしたの。気づきたくないことに気づいちまったみたいだな。どういうことっち。引き返すか。ここまで来て引き返せるかよ。本当に嫌になっちまうな。朝日、進もう。答えはきっとすぐそこだ。扉を発見し、ノックを忘れ。ようこそ。お待ちしていましたよ、カノン。待っていてなんてお願いした覚えはないわ。ええ、私はお願いなどされていません。ただ私が会いたかった。だから待っていただけです。どういうことでしょうか。あなたたちにお願い事があるんです。願い事だと。そうです。私の願いはただ一つ。この世界から私という存在を消し去っていただけないでしょうか。
どうしてそんな願いを。私はもう疲れたんです。永遠に続く今日という日々に、永遠に続く妄想請負人という役割に。教えてくれ、カノン。お前は一体何なんだ？私は、ただの記号です。妄想請負人という記号でしかないのです。人の形をした妄想でもなければ、妄想により生み出された人でもない。ただの記号なんです。人でも妄想でもない。すでにご存知の通り、妄想請負人カノンは無数に存在します。そしてそんな私たちカノンの記憶は全て共有されているのです。一人のカノンが消えたとしても、やがてまた別のカノンが生まれていく。妄想請負人カノンとして終わらない時間は続く。永遠に存在し続けるのです。死ぬことも消えることもない記号として、無限に続く時の中で終わることのできない自分という存在。だからもう疲れてしまったんです。どうかお願いです。無限の連鎖を断ち切っていただけないでしょうか。だったらどうしてここに。お気づきになりませんか。その答えはこの妄想球にあります。答えね。あなたたちがここに至るまでの道のりで誰と出会いましたか。サキ、リッピョン、ヤマト、コトミ、レイジ、ミズキ、そう、俺以外の全員だ。それは全て舞台装置に過ぎません。私が請負い作り出した妄想の存在に過ぎないのです。あんたの仕業だったのね。気分を害されたのであれば申し訳ございません。どうしてもお会いしたかったもので。そこまでして僕たちを招き入れた。それはこの妄想を壊すため。その通りです。どうかこの妄想球を壊していただけませんか。